馬車区は馬を利用し荷物を運搬する輸送業者。主に平安時代から戦国時代にかけて活躍した。馬車区は大化の改新の疫性による天馬、駅場やその後継の制度といった公的なものではなく、鎌倉時代末頃より近畿、越前、若狭などの地域で貨幣経済の勃興とともに、 小園の余剰物資などを運輸販売するために発達した私的な業者である。当時の交通の要点にあたる村落では、農民も馬尺に参加したと考えられる。馬尺の中にも、高利貸し的な主と考えられる、豚野層と一般交通労務者の階層があり、校舎には、専業者と副業的に従事した者がいて、共に大部分が霊災能の出身であったと考えられる。 また、馬舎は、組織を持っており、1718年頃の鶴ヶでは、馬舎頭、小頭、馬刺し、馬刺の4階級があり、馬舎頭は、馬舎の統率や問屋との交渉を受け持ち、小頭は、馬舎頭の命を受けて、馬舎を直接支配し、馬刺しは番書を設けて、馬刺を監視した。と一騎の際には、必ず馬舎が先鋒を務め、 その瞬足と団結力をもって、一騎をより大規模なものとし、その成否は馬舎の賛否によるとまで言われた。馬舎が大きな役割を果たした土一騎として、象徴の土一騎や下吉の特性一騎などが知られているが、後者では一騎の攻撃対象となった比叡山延暦寺の保護を受けていた大見の馬舎が一騎から離反して馬舎勢力そのものが分裂している。 戦国時代に延暦寺が京都制圧の先頭に立った天文北家の乱では馬鹿が京都につながる関所を封鎖して北起修正力が抑える京都を経済封鎖した。石山寺縁起絵巻に馬鹿を描いた部分がある。ありがとうございます。